痛いすべ。ご視聴ありがとうございます。薬屋の花澤です。遅れましたが明けましておめでとうございます。去年中は大変お世話になりました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。近々羽鳥さん、あの美人で人気があります羽鳥さんに今度はリラクエアでね、施術撮影をさせていただく予定が入っております。一時期ちょっとリラクエアのチャンネルが休止していたことがありましたので遅れながらになってしまってはいますが、これからなるべく頑張って、まあ、時差といいますかね、埋めていきたいと思っております。哲也さんの動画なんかもありますし、またね、いろんな方にね、ももはさんとか中野さんとかご協力いただいて今年もやっていきたいと思っております。皆様からのコメントを大変ありがたく嬉しく面白く読んでおりますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。では施術動画ご覧ください。気づかなかったですよ。すごく短くした方がいいですね。あー、そう。これは大きいだと思うんですね。
原因ですか。力が入っちゃいますよ。やっぱちょっと痛くなくないですね。なくない？痛いってことですか？痛いってことです。そうです。でも多分相当軽いですよこれ、手でやってるより。そうなんですね。楽な方向にしてはいる、と思います。痛いっすね。でもだいぶ改善してますけどね、最初に比べたら。軽くはなりましたよ、体は。飲みます。はい。どうですか。はい。強くないですか。
ちょっときついっすね。きついですか。はい、その辺なんか、あそこ、右の方がもう張ってましたかね。こっちの方がまあそんな痛みないですよね。こっちの方がなんか押される感強くないですか。なんかこっちの方が硬い気がしますけど。
ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 See you!